次の講演はですね、京都大学の沼田先生になります。タンパク質に関するですね、材料、高分子材料設計、またはそういう材料に関しての発表をしてくださると思います。柘植先生、どうもありがとうございました。あと、本日このような場を設けてくださいました、ケミスト代表の早稲田大学の山口先生、あと、ケミスト関係者の皆様、どうもありがとうございます。実は私の、留学時代の同期の尾崎さんがケミストをやられているので、僕はてっきり尾崎さんがやってくれるのかなと期待してたんですけど、会えなくて残念です。本日は、岩田先生と立花先生がもうバイオプラスチックに関して、完璧なご講演されてますので、私は少し外れて、構造タンパク質について、紹介させていただきたいと思います。で、バイオプラスチックの本でですね、こうタンパク質系のポリマーを書いているので、まあそれは違うだろうと。そんなものはバイオプラスチックではないというご指摘を受けると思います。で、まあ最初に言い訳から入っておきますと、昨年、年末にですね、こちらに書いてある CS3 という会議が一応 RSC 主催で、開催されました。で、これ世界各国の化学会ですね、科学界の代表者が集まって、えんやわんや議論する場なんですけれども、昨年のテーマはこちらに書いてありますように、サステイナブルプラスティックスということで、日本からは九州大学の高原先生を隊長に、こちらに書いてある4名が各トピックスで講演するという形で参加いたしました。で、一応この会議で、こういったシルクみたいなタンパク質系のポリマーも、まあ、こういうプラスチックの代替材料として、まあ、きちんと、なんていうんですかね、こう、市民権を得ているということを確認できまして、明日、この会議の報告書がオンラインに出てきますので、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、こちらの報告書、ホワイトペーパーを見ていただければと思います。で、私個人としては、こういったアミノ酸系の高分子も、こういうプラスチックの代替材料として世界的に認知されてきているというのは非常に嬉しい限りです。でも、ここから私は完全に自分の研究を話しますけれども、私個人の研究の目標といたしましては、やはり自然界に存在している、まあ、いろんなタンパク質があるわけです。で、まあ、蜘蛛の糸ですとか、まあ、これ、トンボとかの羽の根元にあるレジリンっていう、こうゴムみたいなタンパクですとか、まあ、分解性が非常に低い、酵素分解耐性が高いケラチンですとか、まあ、接着剤のようなものですとか、まあ、ヒストンのようなものとか、まあ、いろんなタンパクがいるわけです。で、私の研究としては、まあ、こういったタンパク質の機能的なモチーフを、まあ、人工的に組み合わせることによって、まあ、新しいタイプの、まあ、高分子素材を作りたい。というのが私の研究のモチベーションです。で、私がこういう研究をする際に、まあ、最初に考えるのは、その作り上げた材料が、まあ、機能的に使われる材料なのか、まあ、それとも構造材として使われる材料なのかという使われ方をまず考えてから分子設計します。で、左側に書いてある、左側ですかね、このペプチドの螺旋がある方は、これ機能材の例ですけれども、私たちはこういった、まあ、短いペプチドですけれども、こういうものは、まあ、遺伝子とかタンパク質を、まあ、細胞のある特定の場所に送り込む、まあ、遺伝子キャリア、分子キャリアのような形で使おうという研究をしております。ただ本日はもう片方の、まあ、こういうアミノ酸からつながったような高分子を、まあ、構造材として使いたいという研究について紹介していきたいと思います。で、私どもはこういったアミノ酸がつながったような高分子を、まあ、合成する際に、まあ、いくつかの手法を用いています。で、一つは植物のような、まあ、真核型の生物を使うと。で、それが一番右側ですね。こういう植物。で、これを使うと、細胞の中に複数のオルガネラ、複数の部屋がありますので、一つの細胞内でかなり複雑な分子を合成することができます。で、二つ目に使っているのが、原核型の、まあ、微生物のようなものですね。を使って、高分子を合成しています。で、この場合ですと、あまり複雑なものは作れませんけれども、非常に効率よく高分子を合成することができます。先ほど岩田先生からご紹介がありました、 PHA、 ポリヒドロキシアルカン酸、ポリヒドロキシブタン酸というものはこういった手法で作られています。で、私どもがもう一つ行っているのが、まあ、酵素を触媒として水系の溶媒でアミノ酸を重合するというものです。で、このトピックが多分一番ケミストリーに近い内容だと思いますので、
本日はこの酵素を使って重合する系について紹介していきたいと思います。で、私どもが使っている反応は化学酵素重合ケモエンザイマティックポリメリゼーションシンセスと呼んでますけれども、まあ、酵素を触媒としてアミノ酸もしくはアミノ酸の誘導体からポリペプチドを合成するという手法になります。で、まあ、皆さんこれ酵素はプロテアーゼを使っているので、いやいやそれは分解する方の酵素でしょとおっしゃいます。ただですね、これはやっぱり分解反応っていうのは基本的に、まあ、平衡反応ですので、ある特定の平衡状態に持ってってやると、まあ、モノマーが重合する方向に、まあ、正確にはアミノリシスが起こる方向に持っていくことができます。ですので、アミノ酸の誘導体をモノマーとしてタンパク質の分解酵素を触媒として右に書いているようなさまざまなタイプのポリペプチドを合成することができるということが、まあ、古くから知られていました。で、私どもはこの反応を疎水性のアミノ酸に展開した初めてのグループになっています。で、この反応自体は試験管で行うものですので、アミノ酸以外にもナイロンのようなユニットですとか非天然のアミノ酸も容易に導入することができます。で、本日はちょっと紹介しませんけれども、アミノ酸の重合の過程でナイロン、アミドですね、ナイロンのようなモノマーを強重合してやると、ほぼほぼタンパク質のようなほぼほぼポリペプチドのようなポリマーであっても、融点を示すような高分子素材を開発することができています。ですので、この反応自体は非常に面白い、高分子の合成法であるというふうに私どもは考えています。で、酵素を使いますので、利点としては、立体選択性が非常にいいということと、原子利用効率が高いということが挙げられます。モノマーがアミノ酸を使えれば副産物は水だけなんですけれども、今現在は我々はよくエステル体を使っておりますので、例えばメチルエステルを使えば副産物はメタノール、エチルエステルを使えば副産物はエタノールという形になってきます。ですので、アトムエコノミカルな反応と言われておりますけれども、今現在の我々の目標としてはやはりアミノ酸、フリーのアミノ酸からこの重合を行うということが一つの大きな目標になっています。で、反応はもちろん水系ですし、先ほど申し上げましたようにナイロンですとか非天然のアミノ酸を導入するという人工的な骨格を作るのに非常に適した合成方法になります。で、これまでにいろいろなタイプの、ポリペプチドというか、アミノ酸ベースの高分子を作ってまいりました。本日は、一番分かりやすいという噂の、蜘蛛の糸に似た高分子を作るという仕事について紹介させていただきたいと思います。これですね、ちょっと古いんですけれども、これについて紹介いたします。で、蜘蛛の糸というもの自体は、皆さんもよくご存知だと思います。で、特に利点として挙げられるのは、破断するためのエネルギーが非常に必要である、タフネスが高いということが一番の利点として挙げられます。で、最近、産業界で利用しようという方たちの中には、この蜘蛛の糸の比重が非常に軽いということを利点として挙げている方もいらっしゃいます。で、複合材料として蜘蛛の糸を用いようという方々は、この蜘蛛の糸の表面に様々なアミノ酸の側鎖、官能基が出ていることから、他の高分子材料との相容性、ベッタビリティが非常に高いということを利点として挙げている方もいらっしゃいます。で、一方で、欠点といたしましてはもうたくさんあります。基本的にはただのタンパク質の糸ですので、水や湿気に対する感受性が非常に高く、水が存在することによって物性が大きく変化してしまうという欠点があります。で、プラスチックではございませんので、加工しようと思った際には熱による加工もできませんし、1800年代から研究されているにもかかわらず、まだ構造と物性、構造と機能の相関といったものが明らかになっていません。で、本日後半で少しだけ話しますけれども、この糸ができるメカニズムということも分かっていないということで、内々尽くしの高分子素材になります。で、私どもがこういった蜘蛛の糸のような高分子を化学酵素重合で作ろうと思った際に、まずこのアミノ酸配列を確認いたしました。こちらに示しているのは、ジョローグモ
の牽引子、一番強い糸ですね、に含まれているタンパク質の一つの MSP1 というタンパク質の、真ん中部分のアミノ酸の繰り返し配列になります。で、見ていただくと分かるように赤色で示されているポリアラニン AAAAA という配列と、グリシンがリッチな G が多い配列、水色の部分ですね、このグリシンリッチな配列、この2つが、まあ、繰り返し存在することによって、クモの糸のアミノ酸配列ができているということが分かると思います。で、この、ポリアラニン AAAA のところは基本的には少し硬い、結晶性のベータシート構造を取りやすいということが分かっておりますし、グリシンリッチな配列は少し柔らかい、固体構造になってくるということが分かっています。私どもは、この高分子を作るに際しまして、まず、アラニンを化学酵素重合で重合して、硬いポリアラニンで、グリシンリッチなアミノ酸から重合して柔らかいのを作って、その2つを、化学的なんですけれども、まあ、縮合反応によって、つなげることによって、蜘蛛の糸に似た高分子ができないかということを行いました。で、この時に、まあ、硬いセグメントと柔らかいセグメントというのはいろいろな可能性が存在しています。私どもが最初に試したのは硬いセグメントとしてポリアラニンですね。柔らかいセグメントとしてグリシンとロイシンの強重合体を用いましたけれども、最近では硬いところにアラニンとグリシンの強重合体、で、柔らかいところにクロリンを使ったり、まあ、サルコジンを使ったり、AIB、まあ、非天然のものですけれども、こういった特徴的なアミノ酸を使うということで、まあ、新しいタイプの高分子を作るということを今現在進めております。で、少しだけ結果を紹介しますけれども、ポリアラニンの重合自体はもう非常に簡単です。これはスーパーサイエンスハイスクールとかそういうものでもできるぐらい簡単で、アラニンのエステルに、アラニンのエステル体を、まあ、リン酸干渉液にボトッと入れて、そこに酵素をボトッと入れて、まあ、ここで40度で2時間と書いてありますけれども、まあ、基本的には室温でぐるぐる回しておくと、もうポリアラニンができてきます。で、このポリアラニンは、全て L 体からなっておりまして、L 体特有のきれいな繊維が形成するということも確認できます。で、同じような方法で、グリシンとロイシンの強重合体も作りまして、このポリアラニンとグリシンロイシンの強重合体をポリリン酸を使って、化学的に縮合してやると、ポリアラニンとグリシンロイシンの強重合体がタンデムに並んだような高分子が取れてきます。で、この高分子というのが、まあ、若干たまたまではありますけれども、ある一定の比率で合成してやると、まあ、下に示してありますように、まあ、天然のクモ糸と同じようにきれいなマイクロフィブリルを形成して、まあ、なおかつ二次構造ですね、ペプチドが取る二次構造もクモの糸と同様のアンチパラレルのベータシートを組むと。で、一番重要なのはこのアンチパラレルのベータシートの割合が あまり高すぎず、あまり低すぎず、まあ、天然のクモの糸と同じぐらいの結晶化度でできてくるということが非常に良かった点として挙げられます。ただこういったものまではできたんですけれども、まあ、レビューアーにも言われましたが、じゃあ糸にしろよと言われます。でも糸にはなかなかできないです。分子量が低くて。で、我々は実際に糸にしようということで様々な手法を試みましたけれども、やっぱりなかなかうまくいきません。で、一つの例といたしましては、ここにシルクの溶液を入れまして、THF で固化させて、この後ずっと水系で、固化するんですけれども、こういう形で繊維化するということを行っています。で、これがその例ですけれども、ここにシルクの水溶液が入ってまして、これ THF で固化して、こういう完全飛翔の繊維ができています。これ見えてますね。まあ、こういう形で糸自体は作ることができます。ただこうやってできてきた糸というのはですね、まだまだ物質性は乏しくて、こちらに示しているのは各糸の縦軸が強度ですね。で、横軸が伸びを示しておりまして、引っ張っていった時にどこで切れるかという結果になります。で、こちらに示している B モリというのはクモの糸ではなくてですね、我々が洋服に使うような蚕の糸です。ですから、まあ、そんなに強い糸じゃないです。
で、この糸と比べましても、この手法で作った糸っていうのは強度にしてはもう半分ぐらいしか出てなくて、まあ、かろうじて伸びる条件がありますので、こういった伸びてくるやつに関してタフネスですね、タフネスというのは破断の際のエネルギーのトータルになりますので、この SS カーブのこの面積の値になります。この面積部分を比較すると、まあ、かろうじて B 盛り蚕の糸に比べて強いものができてますというのが限界でした。で、これじゃやっぱりダメなわけです。で、我々が考えたのは、まあ、こう化学的に蜘蛛の糸に似たようなものを作れても、やはりそれを加工する糸にする過程というものをもう少しはっきりさせないと先に進めない。ただ残念なことに、我々がこういった研究を始めた際にはまだ蜘蛛の糸の防止機構というものは世界的にも明らかになっていませんでした。ですので、まあ、防止機構をまず明らかにしようということで、蜘蛛のお腹の中を調べ出したわけです。で、こちらは2014年にアンダーソンらが報告している蜘蛛糸の作られるこの内臓の大便状腺という内臓になりますけれども、このゴニャゴニャゴニャっとしているところに蜘蛛糸のタンパク質が合成されて蓄積されます。で、ここから徐々に pH が下がって、まあ、先端応力がかかることによって、最終的にはこの先っちょから糸ができていくというものになります。で、この過程におけるシルクタンパク質の構造変化というものは、まあ、2001年にオックスフォードのフリッツ・ボラスラ、2003年に、タフス大のデイビッド・カプランらが、まあ、それぞれ分子モデルを提案しています。で、フリッツたちは一回液晶構造をとって、それが先端応力によって繊維化するというものを提案しておりますし、このデイビッド・カプランらは一回シルクが、まあ、シルクというのは大きく見ると両親媒性の高分子ですので、その両親媒性の高分子が水に対してミセルを形成して、そのミセルが先端応力によって糸を形成するということを提案しています。ただこうシルクのアミノ酸配列を見るとですね、まあ、どう考えてもそんな綺麗なミセルは作らないと私は思ったわけです。ですので、まあ、蜘蛛のお腹の中をかっさいてですね、実際に小核 X 線をスプリングウェイトで取りました。で、これ小核 X 線慣れてる人なら分かると思いますけれども、もし本当に綺麗に見せる構造を取っていれば、まあ、小核を取った際に非常に周期的なパターンが出るわけです。見せるライトがこういうパターンが出るわけです。でも一切出ない。お腹の中、これがストレージサック、これがお腹の中です、ね、で、お腹の中の小核が赤色です。まあ、全然ミセル由来のそういうペリオディックなピークが出てこない。で、この結果が意味していることは、やはりデイビッド・カプランらが言うような、まあ、綺麗なミセル構造というものは、お腹の中ではできていないだということが分かりました。で、他の人の仮説を、まあ、否定するだけなら簡単ですけれども、じゃあ実際にお腹の中でどうなっているのかということを、私ども自身でも調べ出しました。で、ここではちょっと顕微鏡観察の結果だけ示してますが、このお腹の一番上流部分ですね、タンパク質ができてお腹の上流部分見てやると、かなり大きい粒子系のこういう丸い形、グラニュールライクと呼んでますけど、グラニュールライクな構造体ができてきているということがわかります。で、これが糸ができる直前になってくると、この粒子系がかなり小さく、そして揃ってくるということがわかります。で、我々が、まあ、原子間力顕微鏡で見ている範囲だと、ここら辺の粒子系がだいたい100ナノメーター程度ではないかなというふうに思っています。で、実際に、糸になった後、この糸をですね、こう C 軸方向、繊維軸方向にミクロトームでバチッと切って、中を原子間力顕微鏡で見てやると、糸の中にもきちんとこういう、まあ、粒子っぽいようなものが数珠状につながったようなマイクロフィブリルがきれいに束になっているというところが観察されました。で、このような結果から、まあ、我々としてはこういうグラニュールライクな構造っていうのが一つキーになっているんじゃないかなということを2017年に報告いたしました。で、この仮説自体は、まあ、国際会議で発表しても、まあ、かなり幅広く受け入れられて、今現在はもう基本的にはこれでいけるというふうに皆さん思ってらっしゃると思います。で、こういう形で、まあ、グラニュールじゃ本当はないんですけど、こういうグラニュールライクな構造ができて、最後のスピナーレッツでつながってマイクロフィブリルができてくると。
いうようなことを、まあ、今回 AFM しか出してないですけれども、広角の X 線散乱、屈折解説などと合わせて、考えました。で、次の大きな疑問になってくるのは、じゃあこの一個一個の玉の中で、タンパク質分子はどういうふうに構造変化しているのかということを研究しています。で、一番の問題点はこの玉と玉がどうやってつながってるんだというのが一番大きなミステリーなわけです。で、この玉の中に入っているタンパク質の主成分としてはこちらに書いている MASP メジャーアンピュレートスピドリン MASP というタンパク質が主成分だということは我々より前の研究者が明らかにしてくれています。で、この MASP 自体は N 末端左側ですね、左側に比較的大きな構造があって C 末端一番右側にも大きな構造があってその間に100回ぐらいの繰り返し構造があります。で、この繰り返しの配列は、まあ、先ほどもちょっと説明しましたけれども、まあ、結晶性のポリアラニンと、まあ、非調性のグリシンリッチな配列がタンデムに並ぶことによってできています。で、我々はまずこのタンデムに並んでいるこの繰り返し配列の構造変化を調べようということで、実験を行いました。で、繰り返し配列と言ってもですね、実は天然のクモの糸の中は完全に同じ配列じゃないんです。大体同じ配列が100回繰り返されているので、それを例えば NMR で評価しようとなると帰属が結構難しいんです。一個一個のピークがこうブロードになってしまってきれいに解析できない。そこで我々は人工的に完全に繰り返し配列が同じ視力を作りました。繰り返し配列が1回しかない、2回しかない、3回しかない、6回、15回というものを作って、これの分子構造の解析をしようということを行いました。すると、まあ、ラッキーなことに、モノマーとそれ以外で大きく構造が変わるということが分かってきました。これ、CD だとあんまりはっきりしないんですけれども、VCD、振動の CD ですけれども、こちらで撮ってやると、モノマー以外はみんなこの PP2 ポリプロリンタイプ2と呼ばれるかなり弱いタイプのヘリックスを組んでそうだということが分かってきました。で、これが意味していることは分子内の相互作用、要するに1両体は分子間しか相互作用ないですけれども、2両体以上は分子内の相互作用があるわけです。で、2両体以上はこの PP2 というのを作るので、まあ、2両体以上は分子間だけではなくて分子内の相互作用も相まって PP2 というまあヘリックス構造を取ってるんじゃないかということが分かってきました。で、その PP2 と呼ばれるポリプロリンタイプ2と呼ばれるヘリックスが一体どこのアミノ酸配列で作られているのかということを明らかにするために NMR を使って調べています。で、するともう私たちが予想してた結果と真逆のことが分かりました。ポリプロリンのタイプ2っていうのは、まあ、ヘリックスを組むんですけれども、基本的には硬直性が増すので、まあ、我々としてはこのアラニンリッチな配列がどちらかというと PP2 というか、まあ、ヘリックスライクなものを組んで、まあ、グリシンリッチなところがどちらかというとランダムコイルを組んでるんじゃないかなと思っていましたが、まあ、実際に見てやると真逆でして、ポリアラニンのところがランダムで、グリシンリッチなところが PP2 と呼ばれるヘリックスを組んでいるという真逆の要素が分かってまいりました。で、この後も、まあ、いくつか研究を続けまして、現状分かってきていることといたしましては、合成された直後のタンパク質がランダムコイルであるにもかかわらず、まあ、そこから徐々にアラニンのところが PP2 などを作ってきて、ここが、まあ、ヘリックスの相互作用で近づいたときに、失礼しました。グリシンのところが PP2 を作って近づいてきたときに、アラニン同士がベータシートを作って、従来の二次構造を形成していくというような過程を今のところ考えています。で、他の実験でも分かってきてるんですけれども、このベータシート化するところの、まあ、一番の肝は、先端応力と脱水であるというふうに幅広く考えられていましたけれども、最近の私たちの研究からどうやらここでの肝は、先端応力ではなくて脱水だろうということが徐々に分かってきています。で、この二次構造変化に際してこの水と先端応力に加えましてやはりイオンの効果というものも非常に大きくて、
このライガンコイルでいる際には、まあ、カオトロピックイオンと呼ばれるような、まあ、構造をランダムにするタイプのイオンが、多数存在しているに対して、この防止過程が進んでくると、このイオンが抜けていって、まあ、どちらかというとコスモトロピックなイオンが増えてくるということが分かっております。まあ、このような形で、だいぶ防止過程におけるこの繰り返し配列の構造変化というのは分かってきております。で、続きまして、繰り返し配列に加えて、この N 末端と C 末端の構造がどう効いているかというのももちろん気になるわけです。で、N 末端の構造というのは、まあ、我々が研究する前から修正条件、タンパク質ができた頃には、ここは1量体で存在していて、pH が下がってくると二量化するということが我々の研究以前から報告されておりました。ですので、まあ、この N 末端構造が pH の低下に伴う二量化に非常に重要であるということは分かっています。そこで、私どもはこの N 末端と C 末端の構造を持っている、まあ、小さい分子量が少し小さいシルクを作りました。こちらに書いてあるのが N 末端と C 末端があって、繰り返しが6回しかないシルク。でこれは N 末端があって C 末端がない、これは N 末端がなくて C 末端があるタンパク質です。でこれを見てやると、防止の最初の過程の中性条件では両方あるときれいに液体が相分離して pH が低下するときれいに繊維状のネットワークができるということが分かってきました。その動画がこの下に示しているやつですけれども、中性条件ではタンパク質がきれいにこういう液液相分離と呼ばれる挙動を示して、pH を下げると一気に繊維状化すると、網目状化するということが分かってきています。一方で、C 末端がないと最初の液液相分離が起こらない、そして N 末端がないと最後の繊維化が起こらないということで、この非常にシンプルで簡単な結果から、蜘蛛の糸のタンパク質の N 末端構造が、C 末端構造が液液相分離に効いていて、 N 末端構造が繊維化に効いているということが世界で初めて明らかになりました。でこの液液相分離という過程を使うと、できてくる糸も非常に素晴らしいものができてきます。これは天然のクモの糸を FESEM によって酵素分解しながら観察したものですけれども、中に非常に微小なマイクロフィブリルが多数存在しているのが分かると思います。で、液液相分離を使って繊維化すると、この天然のクモの糸と同じように、きれいなマイクロフィブリルが存在する形で糸を作ることができます。一方で、液液相分離を使わないで、無理やり糸にする。まあ、凝集的な疎水性相互作用を使って無理やり作ると、こういうマイクロフィブリルが束になったような構造はできずに、シャーペンの芯みたいなタンパク質がただ筒状になったようなものができてきます。ですので、この液液相分離というメカニズムは、こういったクモの糸のような、まあ、タンパク質素材を人工的に作る際に欠かせない機構であるということが分かってきています。以上の機構をまとめますと、まあ、こういう形に現状なっています。ちょっともう時間がないので端折りますけれども、私どもはこの、まあ、合成されたタンパク質が糸になるまで の、 この階層構造の形成というのを、まあ、一歩一歩ですけれども、まあ、明らかにするという感じで今現在研究を進めています。で実際にものもできてきておりまして、これインパクトの最後の報告会に出したものですけれども、こういう形でできてきて、今現在 ISO の標準化を取るために国際的に活動しているという状態です。で日本だけではなくて、シリコンバレーの方でもものが出てきておりますし、日本のスパイバーの方でもものが出てきているという状態です。でもう時間です。最後にバイオプラスチックっぽい話としては、今現在我々空気からクモの糸を作るということもやっています。ちょっと端折りますけれども、まあ、光合成細菌という二酸化炭素と窒素を固定化できる微生物を使って、まあ、クモの糸を作るということをやりました。これですと、まあ、光を当てて培養すると、まあ、人工的なクモ糸タンパク質が取れてきて、まあ、クモの糸みたいなものも作れますということを近々発表したいと思っております。でうちの研究室では、まあ、本日はこの酵素を使った手法と、まあ、最後にこの微生物を使った手法を話しましたけれども、
もう一つ植物を使ってものを作るということも行っております。また機会があればどこかで紹介させていただきたいと思います。最後に共同研究者の皆様とファンディング理研のラボメンバーと、この前京都大学に移りまして京都大学の温かく迎えてくださった新メンバーの方々にこの場を借りて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。はい、大変興味深い発表ありがとうございました。それでは質問が来てますので最初に松本さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。質問複数人からこれまた来てる質問なんですけど、クモの種類によってその糸の構造、アミノ酸の配列だったりとかが違うのか、あるいはその工事構造や物性に違いが出てくるのか、そういったことは何か知見などございましたら教えてください。お願いします。はですね、今国際コンソーシアムを作って、1000種類以上のクモの遺伝子を読むというプロジェクトを、慶応大学の荒川先生と過去6、7年ぐらいずっとやっていて、今論文にまとめている最中です。で、結論から申し上げますと、もちろんアミノ酸配列はバラバラですし、結晶領域もバラバラです。で、N マッタンと C マッタンの、バラバラなんですけれども、今までの理解では、多分アミノ酸配列によって物性が決まると、勝手に多くの人々が思ってたと思いますけれども、その理解はもしかしたら崩れるかもしれないです。僕らとしてはその論文をできれば今年中に出したい、まあ、少なくとも投稿したいなと思っています。ありがとうございます。そうしましたら次、戸郷さんお願いいたします。なぜC マッタンと N マッタンがそんなにも効いてくるのかということと、まあ、それに加えて天然物のものについても内部の繰り返し構造は6回なのでしょうかという質問が来ています。まず天然物は100回です。そうですね。ありがとうございます。N マッタンと C マッタンは基本的には天然物ではよく保存はされています。で、保存はされてるって言い方ができるんですか。アミノ酸配列で似たところは あります。で、C マッタン構造が二量化するのはシステインの側鎖がダイスルフィドモンドを形成するメカニズムで、それ自体はどの雲でも一緒です。で、N マッタン構造の二量化メカニズムは雲の種類によってちょっと違います。ただ、N マッタン構造と C マッタン構造が重要な一番の理由は、少なくとも pH に応答して、二量化する、自己組織化するっていう、そのスイッチングのメカニズムがN マッタンと C マッタンにしかないです。で、最初に説明した繰り返し配列には、pH 応答性が全くないので、pH に応答して自己組織化する、階層構造を形成するっていうためには、やっぱり N マッタンと C マッタンがとても重要です。ありがとうございました。はい、では次、大村さんお願いします。はい、大村です。発表ありがとうございました。ありがとうございます。このクモの糸ってスパイバーっていう会社がベンチャー企業で立ち上げたと思うんですけども、沼田先生が研究されているように、化学酵素重合で、生産する方が効率が良いのか、それとも遺伝子組み換えのクモを使って、繊維を作った方が効率が良いのかって、そういう研究はされていますか。それはですね、スパイバーに言ってやったらいいと思うんですけれども、まず第一に、クモはですね、養殖できないです。これ僕らも研究室でやりますけど、2匹のクモを1個の虫かごに入れると、5分くらいで奴ら、戦い合ってどっちかが死にます。要するに、カイコみたいに狭い場所で大量に培養するっていうことはクモはできないんですね。その特性があるがために、クモのタンパク質っていうのはどうにかして、昔でいうところのバイオテクノロジーですね、遺伝子組み換え技術で作ろうっていう研究が盛んになったんです。ですから、カイコと違ってクモはクモを大量に育てようっていう発想にはなかなかならないです。で、もう一つのご質問の、化学酵素重合で作るのはどうなんだっていう話ですけれども、それはまさに材料設計と合成がリンクしていて、例えばですけれども、樹脂みたいな材料を、タンパク質で作りたい、クモの糸みたいなものを作りたいとなった場合は、実は N マッタンと C マッタンの機能がそんなにいらないんですよね。
だから樹脂みたいなものをクモ糸タンパク質で作ろうと思った場合には、ああいう化学的に作るっていうのはとっても重要だと思います。一方で糸を作りたい、クモの糸みたいな物性の糸を作りたいと思った場合には、残念ながら真ん中の繰り返し配列だけじゃできないです。でちなみにそういった糸を人工的にできている人はまだ誰もいないです。だから同じような物性を再現しようと思った場合には、どうしても N 末端と C 末端を持った高分子を作って、その自己組織化能を使って材料化してやらないといけないです。ただそれは世界中でまだ達成できている人が一人もいないので、とってもとっても面白いトピックだと思います。ぜひ興味がある方は研究してください、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ大村さん一回聞いていただいて、沼津先生、大変興味深いご講演ありがとうございました。